心板が壊れた。ヘルヘイムに行けない。私は何としても家を再興せねばならない。そいつの首で払うさ。この坂台もな。その腕は賞金稼ぎか。クモ、たばかってくれたな。そいつはさらに死んだぜ。この必要はないぜ。俺がその賞金稼ぎ。誰の差し金なのかを探れ、そういう命令だったはずだ。聖域から神の鍵が失われ、神族と魔族のバランスが崩れ始めている。もし2つの鍵が合わされば、あれが再びバハムートの復活の予兆だ。私は鍵の魂を私の中に取り込んだ。だから今は私は神の鍵だ。この夜が明けても何か変わるわけじゃねえさ。おい、吐くんだよ。出んのかよ。